スーパーマリオメーカー2。あ、言っちゃった。先に言っちゃった。はい、皆さん、おはこんばんちは、シュアです。さあ、スーパーマリオメーカー2ということでね。まあ、1は Wii U でね、楽しませてもらったけども、今度はね、2がスイッチで発売。さあ、しかし、ただいまね、ほぼ0時なので、まだ新しいコースはほとんど作られていないと思うのでね、まずは、まあ、公式のコースを楽しんでいこうかと思います。それじゃあ始めよう。プレス ZLZR。作る、遊ぶ。とりあえず作るを選んでみよう。ん？遊ぶ？とりあえず遊ぶ？ストーリー、世界のコース。今のうち、今しか見れないやつ。世界のコース見に行くやつ。職人の顔を選ぶ。ね、あ、私です。修也、OK です。今だけしか見れない世界を見に行こうよ。次へ。はい。あ、これあったね。ワンの時もあったね。さあ、コースを探す。どうだ？もう、いくつかできてる。やっぱこれ、あれかな。別の国は先に配信が始まってる感じか。日本時間になるとなんか、フラゲされてるみたいだよね。そう言って、あ、もう結構できてるね、そうやって見ると。一発ネタとか自分でタグ選べるようになってるんだね。あの、日本語のコースはほぼないね。まあ、そらそうだよ。まあ、なんであえてここは、やりませんが。軽くね。で、職人ランキングもランキング。おー、あれ？フラーゲかな？あ、わからない。でも、海外版で買って日本を選んだとか、そういう可能性はあるから、なんとも言えないけどね。まだ始まって3分ぐらいしか経ってないのにね、コース作って評価されるわけないんだけど。いくつかいるな、日本。まあ、単純に、うん。海外で発売したのを買って日本の本体に挿してるだけかもしれないから、なんとも言えないね。さあ。まあ、やっぱ言うほどコースはないんで。よし、戻ろう戻ろう。Y。職人情報。まだ始めたばっかだよ。こっちか。プラス。コースを作るストーリー。ストーリーモード。さあ、ということで、ストーリーモードをまずは進めていきます。で、これがある程度落ち着いた頃にはいろんなコースができているでしょう。さあ、始まった。64の時の曲だな。キノピオでかない？こんなでかかったっけ？へい、マリオさん、あとキノピコ親方。あっちゃ、あっちゃ、ね、キノピオの声汚いよね。キノピコ親方のデザイン、これならビーチ姫は大感激です。やっほー。あ、これ消すロケットじゃない？あ、予想がつくやつ。誰だ、誰が押すんだ。ルイージかな。親方、早く片付けないと。犬。お前か。あー、これ絶対犬リセットかな。猫リセットならぬ犬か、お前。本当にそれすら怪しい。一瞬羊に見えたけど、それはあれ、首の周りの白いアイコンのせいだ。はい、これマリオペイントのあいつだよね。ケンガン、ケンガンです。4、早くリセットリセット。あー、あるある。ノー、犬リセットである。あー、お城が、あ、動かせる。あ、ダッシュもある。ルー、ルーじゃねえよ、お前。反省しろ。右。お前、いつまで寝てんだ。もう、食べられないよ。
新しいお城が、うぐぐぐぐ、ビジ姫のお城が、急いで直さないと。材料買うコインも使い切ったし、どうした、なんとかするよ。イエスとハイしかねえじゃん。マリオさんが協力してくれるなら前より。やめろ。受付のキノピオが詳しいです。受付キノピオ、受付キノピオになった。はあ、お金がどうとかもだけどさ、せっかく作ったものがさ、意味もなく壊されるダメージの方が、精神的ダメージの方がでかいよね。もうアンドゥ、あ、そんな名前だったんだ。安藤健さんですね。ルー、あのボタンはリョコ、ま、やめろお前、またやらかす気か。リョコ、お、肩なんだこれは。よし、じゃあ進めていこうか。ピョンピョン、ヤッホー、できない。さあ、親方の話聞いていましたよと。私たちは世界中のお願いを叶えてお礼にコインをいただいていたんだと。おお、なるほど。そのコイン集めをマリオさんにやっていただけるなんて勇気100倍。早速ですが、クリボー大好きおじさんのお願いです。クリボー好きなんだ。お、100コインももらえる。こうやって、チュートリアルコースをプレイしてコインを貯めていくことでパーツが増えるでいいのかな。下り坂で下を押せば滑っていけるよと。お気をつけて。レッツゴー。坂道を越えて、ゴールを目指せ。とりあえずね、今プロコンなんだけど、移動 Y ジャンプ、 YB OK、 A ジャンプ OK、 XA でも OK、ね、まあまず一番初めにするのはね、俺だよね。あーら、オプションあったあった。基本操作 L スティック、ね、より高くジャンプ、物を持つ。こうやって見るとアクションめちゃくちゃ多いな。トゲゾウかぶる、ね、あー、雲降りる、ヨッシー、ね、プロペラマリオ、あ、プロペラマリオ、そういうのもあるのか。このスキンはニューマリー U だね。オプションはここある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 わ。オプションダッシュジャンプ、なるほど、ダッシュジャンプ、 BA もか、 YB もか。で、通知、許可するね、ロック、これ何、注意事項とオプションの説明で、キャラクター、あ、ルイージ以外にもキノピオとキノピコも使える。で、一応ねファミコンのコントローラーがあるんで、ちょっとこっちもにするなら、BA になるからこうなるか。オッケー、グッと。あの、痛恨認定されちゃったから動かねえや。じゃあプロコンでいいか。よし、じゃあとりあえずちょっとプロコンでいこう。難しいコース来てから考えよう。プロコンってね、意外にスティック使いにくいんだよね。で、十字キーにすると場所違うし、ケツから行くやつ。お、ファイヤー、オラオラオラ、おい、うん、だいたいね、マリオペイントしたらさ、あの、あ、うん、あ、うん、あ、うん、曲作るよね。あ、うん、いっちゃ。そして中間、下に、え、中間取ったら、そういうのもあるの。あれ、あの土管怪しいんだけど、あ、ここか。中間取ったらスタートか。これ新しい。来たから。と、難しいだけじゃなくてね、素晴らしいコースができることを期待したいね。え、俺作るの下手だから。職人さんに期待。あー、そういうことか。あ、10コイン、いわゆるスターコインとかさ、ドラゴンコインの設定できないのかな。今の無敵で行くやつだったか。いやー、こうマリオ3の移動を思い出すな。
なみに、ね、プロコンの十字キーの方を使ってやってる今。でもあれだよね、中間スターでしか行けないような作りにしたらさ、中間で死んだら済むとか、よっ、それは嫌だな。中間作った場合は中間からもクリアできるように作らないといけないんだったっけな、確か。よし、さあまずは一つ目クリアで、あ、コースで取ったコインもそのまんま手に入れた。コインはキノピカ親方のところに持っていこう。一滴油的な感じだよね親方。コイン集めてきてくれたんですね。もうもったいぶっちゃってね。はいかイエスしかねえじゃん土台100作っちゃいます。おー土台、ね、早速土台作っていきますね。土台だけに土台、お願いを叶えるとどんどん進むよ。とりあえずまずはね、この城の作り直しをね優先的に。さあお願いを叶える前にワンポイントアドバイス、何度でもチャレンジできますよと、ね、きっとね別の YouTuber がね、一番初めの坂道を越えてゴールを目指せだけで城完成させちゃったみたいな動画を作ってくれるよ。俺は絶対にやらねえけど。さあ順番に行こう。2、仕掛け博士。叩くとブログが出たり消えたりするオンオフスイッチを使いこなすんじゃ。わしなりにいろんな使い方を考えてみたぞいっと。これを読んだお主、バッチリ最後までいかずるか見せてくれ。いってらっはーい。お、初代、あ、そういうことね。オン、ちょっとアレンジされてる。これどうなんだ、全力で飛んだらいけそうか。で初代スキンって踏んだ後高飛びできなかった気がするんだけどまあいいや。こえー、そこだ。バーカバーカ、コイン欲しいです。イエーイ。やあ、あーあはあ、バーカ、あーすごい滑るよ。そこだ。これどうなんだろう。え、こいつら浮くのかな、落ちんのかな。落ちたわ、落ちた落ちただ確信。中間M、 どうやってあそこに行くんだ。うわー、はっ、そういうことか。やっほー、びっくりした、自分が入るわけじゃないんだ。こういうことね。でもう一回飛ぶのを待って、いやー面白い、入れる、いけていけていけ。あ、スターが、そういうことか。お、よし、今、そうか、スター、お前、飛べないのか。跳ねれるけど飛べないんだな。で、これを取って、駆け抜けろと。これ、走るだけでいい。さあお次は、あーなるほどね、甲羅をぶつけても帰られるっていうのを見せつけてくれるわけだ。こういうことか。おう、よくできてるさすが、一番上取ると10コインもらえた。さすがだ。はい、ゲッチュ、200枚たまったどん。で1つクリアすると1つ進む 1%。 こい、 100% 行こうと思ったら100コースかこんな感じです。工事中です。どんどんお願いを叶えてくるのじゃ。今のお願いはこんな感じです。お、
ハロー 3D、 あ、 3D ワールドのスキンが使えるようになったよってやつだ。木はエルスティックで登れっからよ。誰かゴールしてみてくんねえかな、農家のおばさん。ここのパックンフラワー踏んで倒せっからよ。おお。あれ、今ね俺コントローラー振っちゃった。これはあれだね、 Wii でプレイしすぎたせいでさ。R だね。あれ、来るんじゃないんだ。コントローラー振っちゃったわ、つい。まあ振らなくてもこれ無理だったね。ほら無理だね。よし、つうか残機あるんだ。いや、兄さん、クリアできないときは僕のお助けパウダー使う気ないけど、ちょっと見に行こうか。マイナス。あー！ 99？ え？マジ？こういうことだよね。で、遊ぶ。こういうことだよね。おい！びっくりした。で、マイナス。回収はさすがにできない。なるほど。あ、消すってある。 LR かな。あー、なるほど。やっぱいっぺん出しちゃったら戻せないみたいだ。で、マイナス。ふう、こわ、勝った、いった。プトロップ壊せない。パク踏めるって言ってない。あの、やっぱあれだね。十字キー使えんわ。あ、こういうことか。なるほど、ここまで来んのかい。今ね、ヒップドロップで壊せるか試したいって思ったんだけど、そこで試すことじゃないよね。試すならここだよね。あ、大丈夫だった。壊せる手段ここか。イエーイ、猫マリオ、ミャウミャウ猫マリオ。爪じゃ壊せんだろ。にゃん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 。あ、コントローラー振っちゃう。久しぶりすぎて爪の範囲がわからねえ。もう一回もう一回。なーい。これあれ、上の10個に取れないやつかな。だ、十字キー振っちゃうって。距離伸びないな。おかわりない。あの上いけそう。ここにある、ある、ある。よし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 、オッケー。思ったよりね、攻撃伸びなくてびっくりした。スプドロップと、あ、ある、ジャンプ中にあの、あ、 R、 ZR で急降下攻撃ができる。うっと、こういうことだよね。にゃんにゃんにゃん。あ、壊せる。おお、いけ。あの上気になるけど、いける手段ないよね。オッケーオッケー。これどんどん、え、ここ、あ、イエーイ、こういうことか。え、怖い。ジャンプ中に上で OK、 いける。ヒップドロップ上、いけるね。 OK、 怖い。さあ、距離の制限は特になし。お、加速する、加速。おお、え、思ったより攻撃範囲が狭すぎて怖いんだけど。もうちょっと当たり判定どうにかならなかったかな。驚きの狭さだよ。
すぐで、マッサージ。おーい、やること結構えぐい。あー、別に取りに行く理由が全く見当たらんけど、取りに行くか。おはっ、よしよしよし。にゃんにゃん、ヒップドロップで一気にね。これもあったよね。まだいろいろ試してる段階だからプレイがすげえおっかなびっくりすぎる。なあ、今回超えれんの？やっほー、やったぜ。土台完成。お、本当だ、土台完成した。あれ、さっき作った城よりでかくなってる。俺が金稼ぐからってさ、勝手に拡張工事してもらったら困るんだけど。やった、土台が完成ですよ。と、透き通るような白さ、私の心のようです。人の金で家建てようとしてるやつが何言ってんだ。お城を作っていきますよ。さあ、どこから作りましょう。あー、なるほど、ね、本館しかなかったはずなのに西館と東館が追加されてやがる。で、土台完成です。ですが立ち入り禁止ですので、そこのとこよろしくと、ね、あ、お願い増えてるか。さあ、マリオさん、お願いを叶えていきましょうの前にワンポイントアドバイス、その2、完成したら親方に話しかけるんだよ。新しいものが建てられるかもしれません。では改めまして、はい、新しいお願いが来ましたね。まあ、砂漠の太陽はあれだね、3の砂漠、太陽。今回月もある。で、行ったり来たりのお化け屋敷。急に難易度4までしかないんだったら意外に少ない。10ぐらいで終わっちゃったら悲しいな。もっといっぱいあることを祈りたいけど、10で終わるわけねえよ。2時間立てたぐらいで終わっちゃうわ、それだったら。もうちょっとあるだろう、さすがに。よし、じゃあね、とりあえず西か東か、まあ西からでいいかな、順番に作っていこう。